こんにちはです、えー、本日は3月の29日、ね、午前中は雪などが降りちょっと冷え込んだ一日でしたけどもいよいよですね3月30日拳ファクトリー解散ということで、えー、とその前夜ということに同時になっております今日は広瀬綾香綾パンについてお話ししてまいりたいと思っております始めます えっとね、やはり僕はウィークエンドサバイバーからというのが思い強いんですけどあのナイスガールトレーニー時代ですかでトレーニー時代のは後で映像で見てみるとまあなかなかなセンター感あふれる僕はなんかやっぱに見えるところもあるんですがやっぱり「拳ファクトリー」で最初リーダー気質でリーダー気質というか何というかね言葉選ばず言えば。 ちょっとなんかヤンキー姉ちゃんが生きってる感じみたいなのをね、えー、と僕は最初なんかそんなイメージだったのを覚えてますよでもひとたび喋らせればねあの頭の回転ものすごく速く、まあ、バチバチ取り仕切っていくちょっと怖いぐらいな仕切りですよねそれはもう能力がどん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 その後ねあの彼女は歌というところで開花していくんですけど。 もともと素養はねあったんですけどね、まあ、言葉選びセンス回転なんていうところが最初の印象でしたねまあそして「こぶしファクトリーリーダー」ですからねこれはね触れないとしょうがないでしょう8人時代うんまあリオリオが、ね、年功序列であればハロプロのねルールというところでルールなんかないんでしょうけど まあ、イメージしやすいところでいうと結構しっかり年功序列というのがあってまあその中でリーダーは一番上じゃない年齢的に一番上じゃないアヤパンがやったというところねまあ気にしない気にしないでやってると言いっても少しずつのプレッシャーっていうのはあったと思いますねまあそれでもうん2017年超えてからでしょうね本当の意味では。 やっぱり JK 忍者ガールその後の12月の新宿レニーでしたかねあそこで結果的にあの田口の最後というような形だったんですけどもうその時のあやパンっていうのはもう心中察するに余りありま,すまあ自分がリーダーとしてというふうになることであったら逃げたいでしょうね。 それを考えたら僕はよくやったなというふうに思いますけどよくここまでね走ってきてくれたなっていうふうに思いますけどねうんでも抜けましたねあそこはね以前の僕「こぶしファクトリー」の動画で、えー、いわゆる今の5人が僕のこぶしファクトリーのイメージだと言っている理由はここにもう大きくあります。 なぜ5人が小節ファクトリーなのかというところ理由をドドンと3つ説明して、えー、アイヤパンの話に戻します。短くいきますんでお付き合いください。えー、っと小ファクトリーというのはやはり歌い方がガナリメイン少しラブソングなく女の子の歌というよりなんていうかちょっと今までのハロとは違う路線のライブ展開曲展開だったのを覚えております。 特に初期の頃はメロン記念日ベリーズ工房のカバー曲というのに、まあ、2つ支えられてそこでオリジナルというのをセンターに持っていくような展開という、まあ、これ印象的だったですねでその中で培われたものというのが5人になったことによってこの路線から僕大胆に変わっていくようなのを感じましたまあもう当然カバー曲がそれほどいらないというタイミングであったのもあったとは思いますまあけれども やっぱり技術面ととといいうところだと思いますねあとチームとしてどうしていったらいいかっていうのをストイックに見つめた場合っていう答えこれ答えたどり着いたかどうかわからないんだけどまあ一つはアカペラであったり『レイレイのボイパ』であったりとかまあそういうことですよね。そこの挑戦していくなんかプロセスが良かったんだと思いますね今見ると。まあそれがショーになってたっていうふうに撮ってます。 まあそれがアヤパンがまあまあ拳ファクトリーの中でというのの前のしの5人組であるゆえんの一つねでも二つ目というところはえっ、ー、とねまだ一番上でもね20なったばっかりとかそんな感じなんでだから本当に高校生の部活下手したら中学生も中高の部活のような感じでプロをやっていたようなイメージですよね。 でブログなんかを長い間読んでいるとメンバーが日に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 大人になるんですよね。まあ、佐子とかねはもういいお姉さんですすよよねねいい女性で綾、ね、パンは昔から非常にこのことを意味間違ってたいですけど理屈をこねくり回しながら長文を書いてくる子なんですよ。だけれども賢いんですね。 言葉の選び方、空気の読み方かな特に。空気は読めてる子ですよ。まあ、それで先回りしちゃうからちょっと下手したら境外的に見える発言とかそういう時あるんだけどそれは先回りしてんですよね。そこがやっぱりして当然そこはアイアンのリーダーとしての功績の光るところあのリーダーとしての手腕の光るところにもつながってたと思います。でこれが2つ目ですよ。 少女が女大人になっていくような瞬間というのがね楽しませてもらったってことですよ。で3つ目もうこれは歌曲で感動させてもらえる5人組だったってことです。もう僕はもうこれが一番なので若い女の子が人生をのことに見向きもせずというふうにしましょう見向いてもいいんだよいいんだけど大きい時間を使うはずだから見向きもせずに すすする値する値と思いますでそれをちゃんと成長も含めてもうね拳の時代はほぼほぼヘビー接触の時代ですからね全部を見せながらやらないといけないんですよだからでもそれでもちゃんと背中あ表情背中意識しながら意識させられながらどっちなんでしょう それでリーダーダを突っ走っ走てだからまあまあこういうような3つの理由最後のとこはあの歌唱力というところね、ま、ず歌唱と曲全部ですよどこの力ってわけじゃないこぶファクトリーとして出てきた時のパワーがものすごかったそのパワーの源になっているのはアヤパンのようなリーダーがいるっていうところがもう後輩になればなるほどね響いてきたような気がしますね まあじゃあそんな形で、えー、僕はライブ本人たちも言っていますライブハウスのグループであった拳ファクトリーでそのリーダーであった綾香どういうふうな雰囲気で、えー、まあ残念ですけどね3月は、えー、放送以外ではライブがねもう見れなかった感じになるんですけどまあ僕が体感してきたライブそしてホールみたいなところの思い出を語り、えー、と話の後半に行きたいと思っておりますまあ綾パンのね一番 輝くシーーーンは僕は僕スステテジジ上上だと思ってますなぜかというとパワーもあるんだけれども初期の頃は取りしきれていて最近はあの広瀬彩香という役割で一歩二歩下がってる感じですねもうそれだけ他の4人に自信を持っているまあこういう雰囲気、まあ、それが顕著に表れたのはやっぱりホールなのかなと思いますねあとトヨスピットのね 去年のの秋なんてのものすごく良かったですけども,うものすごく良かったですで、そういうところであもう自分がともすれば昔は前に出て仕切ってってこいつらしっかりしないと俺が引っ張っ俺,俺が違うか私が引っ張ってかないとみたいな雰囲気あと MC の少しずつのところでもちょっと好きやったら突っ込んでいくみたいなそういうのねゼロじゃないんだけどもうほぼほぼ影を潜めて,めているというか出てないですね。 そ,うそこまで拳がなったってことですよ。うん、でまあまあホールではね常にアカペラもそうですし太鼓を叩いたりとかねなんか新しいことうーんもう緊張感が緩む瞬間が一切ないのが拳のホールコンサートだったですよね。まあ、そこを作り上げているねところうまかったと思いますよ。ここは浜ちゃんに 花,花も出せるって言ったらハマちゃんファンに怒られそうだけどだかそういうのを肌感で分かってる子ですよねここはハマちゃんだあここはサコだでここはレイルここは絶対レイレイならレイレイだっていうのを後半の2年ぐらいそれすごい冴え渡ってた印象っす、ね、もうそれはもうあの誰かが広瀬綾香のそういうとこを見てたまああやパンのファンの人はみんな見てたと思うけど見ててそういう子だったよってことを残していかないと。 拳ファクトリーというグループの魅力が半減いや薄れるでい,いや薄れます、うん、あ素晴らしい動きしてたと思います特に音玉とかでもね音玉もねこれ振り返ってみれば去年の音玉とかはすごく良かったですねノムさんいなかったのはあったにしても、うん、最小ロットで拳が見れたっていうのはあそこになりますからねまあやっぱああい,いとこでも力 何、ね、かこう,こう過去のね例えばまあベリーでもキュトでもそういうとこになりますかのリーダー像というのとは違いますよね。うん最初はねちょっと心なしか向いてないんじゃないかと思うとこもあったけど結果見させてもらうと今みたいな2018年19年ぐらいのところから。 グループの作り方、あとそこぶしファクトリーの成り立たせ方が本人の中で分かったんでしょうね。うん、でちゃんと素直なやつらなんでこれ今日ちっちゃい <laughs> いつらまとまってねえなってとこもこぶしってね見えちゃうグループだったんですよ。うん、であやパンは早めに空気で気づくんですよね。これで振り返ってみるとやばかった時の場まあライブとか現場ですよねリリー病も含めてだけど。 なんかブログとかに本音出てんのあやパンスね。うん。あのい、本人はギリギリ隠語表現みたいに隠してるんだけど、あれよく見てる人には分かりますよ。なんかそういうなん,かなんか暗号トークみたいな上手な子な気がします。<laughs> まあ、あとはじゃあ動画も後半に行きましょう。<laughs> あライブハウスのライブ行ってなかった。ライブハウスのライブというところ、まあまあさっきのところで一緒か。言いたかったところは、 拳はライブハウスというのが結果数が圧倒的に多かったんでまあよくよくはホールとかもっと大きいとか目指してたそういうグループだったと思ってますよでも本人たちがライブハウスというところが主戦場になっていたでそこでああまあ地方公演とかで厳しい時もう拝見させていただきましたでもだからダメとは一回も思ったことないです来てよかったなってずっと拳のライブを思ってましたそれは この5人が素晴ららしかかったからですよそのまま見せてくれたから昨日より今日今日より明日っていうことが分かってたから素晴らしかったですねまあそれでじゃあ最後にしましょう最後にまあやっぱもう今ここまで何を今まで来てんだよってことですけど <laughs> アイアパンはねあの、僕そんなに接触ガンガンいってる人じゃないんで拳のライブハウスとかリリーベントとかの時にちょっと話すぐらいなんですけどやっぱね彼女はね後半これも薄れてましたけどジャイアンツ代ありますからどんなシーンでもあのー、野球が今巨人戦が何対何かぐらいって最後の握手よりも分かってますから面白いやつですね。<laughs> うん、なんなか あの綾アアパンを一言でまとめてはいけないですけど僕から見た感じのこんな女性だったよっていうのはまあそこまで親近感というのは違うけど近所にいて親戚のなんかお,お姉さんっていうかちょっと面白い子がいてなんかおっちゃん連中とも話し合わせられる感じよみたいなところだ,だけど実は話してみたらすごくさえてて「うーんあーこれこの子学校いたら」 まあ学級委員リーダーで圧倒的で圧倒的すぎてむしろちょっと自分ってしいところあるんじゃないかなっていうような,なんかそういうの見せてくれたようなこんな気がしますね。僕はねいいい形のリーダーダだったと思いますで今これからその大人の社会ですよね勉強するにしても歌詞をねやるということだと思っていますんで歌詞をやるにしても「アヤパンの著書というのはその巨人の話ができたり。 何、えー、ん,んですかひなん言うの引かなくてもなんか大人に入っていけるような発言力ですよね。僕これはねあのか,かわいいしかっこいいしそういう女の子って世の中動かせます。うん、もう男性より全然上。うん、そういうこと分かっているところが本人は辛いでしょうけど気づいていらっしゃると思,、ね、思いますからねそこは辛いでしょうけどまあこっから。 長い人生でしょうから僕はアパンが音楽と向き合っていく未来なんていうのを楽しみに明日はまず解散、えー、コンサート見たいな見届けたいなと思ってますねまあ本当はメンバー全員の撮りたいんだけどもう一人ぐらい今夜間に合ったら撮っていきたいと思ってますじゃあまあそんな感じにしましょう広瀬彩香ちゃんね考慮枠取りお疲れ様でしたリーダーお疲れ様でした 次のシーン楽しみにしますじゃあ今夜はこんな感じでまた会いましょう